ナンバー・アイが東南アジア攻略に挑む。フォロワー1000万人超の魅力と必勝パターン。最近、元キングプリンスへのメンバーで結成された新しいグループ、ナンバー・アイが東南アジア進出の舞台裏を語るインタビューが公開されました。彼らのフォロワーはすでに1000万人を超え、その魅力や海外進出の計画に迫ります。 ナンバーアイの新たなはじめふ11月15日に発売された、ナイロンジャパングローブルイシュー04で表紙と裏表紙を飾ったナンバーアイ。メンバーは平野紫要26、神宮寺ゆ太26、岸優太28の3人で、テーマは、アクスチャンギングラブレターズ、ラブレターの文通。36ページにわたるロングインタビューでは、 彼らの新しいアーティスト路線やグループの未来に対する意気込みが語られています。海外進出への熱い、重いナンバー I はインタビューで世界のナンバー I になった時の夢を語り、特に海外進出に対する意欲が伝わります。神宮寺はグループが計画している YouTube チャンネルについても言及し、タイトかを行ってみたいです。 海外で見たことのない景色を見ると、人生観が変わるって言いますよね、とコメントしています。エンターテインメント会社トべの戦略、芸能プロ関係者によると、ナンバー・アイよびエンターテインメント会社トべは、東南アジアでの人気獲得を最初の目標に掲げているとされています。この戦略は、今や世界的な成功を収めている K-POP 製の必勝パターン。 と呼ばれており、インスタグラムのフォロワー数からもその傾向が読み取れるとのことです。インスタグラムの影響力とフォロワー数の比較、平野と神宮寺は戸べに合流した直後にインスタグラムを開設し、フォロワー数は順調に増加しています。しかし、世界的な K-POP アーティストと比較すると、まだまだ差があります。 特に中国のトゥワイスメンバーであるモモやサナのフォロワー数が1357万や1123万と高いことが示されています。 K-POP アーティストとの競争、フォロワー数ランキングで上位にいる日本人タレントの多くは K-POP 系列のグループに所属しており、その中で平野の競争相手である NCD のメンバーであるユータは965.4万のフォロワーを持っています。ファン層から見ても、平野とナンバーアイはアジア全体での人気を確立する必要があります。 アジア圏での数字確率の重要性記事では中国や東南アジア諸国における Z 世代の人口が多いことが強調されています。特にインドネシアは Z 世代の人口比率が高く、フィリピンもアメリカと似た音楽性からヒットが予測されています。 東南アジアでの人気が確立されれば、SNS のフォロワー数や YouTube の再生数も飛躍的に増え、世界市場への進出がしやすくなるとされています。トベとナンバーアイの戦略、トベ及びナンバーアイは、この成功のパターンを理解しており、すでに東南アジア攻略の一環としてシンガポールやタイでの活動を計画しているとされています。 トベ社長の滝沢秀明氏はかつてスノーマンのツアーをアジアで計画し、ナンバーアイのメンバーが結成前にシンガポール旅行をしていたことも彼らのアジア攻略戦略の一環と見られています。結論グループ名ナンバーアイはナンバーワンへの意気込みを込めており、デビュー前から積極的な動きを見せています。特に2024年には、 彼らの展開に注目が集まることでしょう。シンガポール旅行でのかっこいい写真や、トべとナンバーアイの戦略には、K-POP の打倒を目指す意気込みが感じられます。これからのナンバーアイの活動に期待が高まります。